はいどうもこんにちは、フィギュア大好きと一貫です。今回は美少女フィギュアブランドのスピリテイルさんからこちらのフィギュアを撮影させていただきましたのでご紹介いたします。それがこのギルティギアストライブのブリジットでございます。はい、僕がねあまりゲームをやらないのはあまりにも有名な話なんですが、なので今回このブリジットをご紹介させていただくということで、いろいろとまあ調べてみましたら、なんとこのブリジットギルティギアシリーズの中でもかなり人気のあるキャラだそうで、で今回久々にこのストライブにね実装されたということで、特にこのゲームを昔からやられている方にとっては非常に喜ばしいことのようですね。まあ他にもねいろいろと調べればさらにいろんなことが分かってくるんですけれども、ですが今回はねそれはさておき、こちらのフィギュアスピリティールさんから絶賛予約受付中のこのブリジットをねこれから徹底解説していきたいと思います。でそのスケールが1/7、全高が約 270mm と市場に出回ってるスケールフィギュアとしては一般的な大きさと思っていただいて大丈夫です。そして販売価格が税込みの 24,970 円と、あまり普段こういったフィギュアを買わない人からすると、そんなにするの?と思われるかもしれませんが、本当に細かいところまで非常に丁寧に見れば感動、ため息が出るようなですね仕上がりになっています。で今回も撮影させていただいたのはデコマスです。デコレーションマスター、これは工場で生産する際の見本となるフィギュアでございまして、工場ではこれを見本に私たちが手にする製品版を製造するわけでございます。でそのデコマスの性質上ですね、本来であれば接着するところが接着できていなくて隙間が見える場合もございますが、製品版ではそこはしっかりと接着されて見えなくなりますのでご安心くださいませ。ただ今回もその隙間はねほとんど見えてないと思います。で今回そのデコマスを製作されたのが原型製作の CKB さん、彩色協力として小ネタ子さん、そして制作協力としてフィギュアメーカーのウィングさんが担当されています。今回も盤石の体制ですね。ではそのフィギュアの方を細かいところまでじっくりと見ていきましょう。でまずフードから出ている髪の毛は金髪です。塗装も明るめの少しオレンジかかったクリーム色って感じなんですが、フードに隠れつつもこうモサモサとしているくせ毛がボリューミーなのと、それに合わせて陰影のシャドウが吹かれてます。これぞフィギュアというような立体感が出ています。そしてお顔、こちらもイラストを忠実に再現されてまして、クリクリっとしたエメラルドグリーンの瞳に濃いめのまつ毛、ここら辺のプリントも非常に丁寧です。開いている口の中も歯や舌までしっかりとね造形されてますし、この元気な笑顔がキュートですよね。そしてその頭を覆うフード付きのパーカー、今回のブリジットはこのパーカーが大きな特徴の一つとなってます。色は明るいブルーに袖がホワイトで、そこに黄色いラインとか、あとフードのところには何かロゴのようなものが入ってます。袖のところにも同様にねロゴのようなものが入ってます。でこのブカブカの大きなパーカーなんですけど、頑丈さを示すようなステッチもしっかりと入っているのがわかります。ちょっとやそっとの戦いでは破れないようなね。あとフードの部分にはベルトのようなものがついていたり、袖のところにも何かクロスの形をしたゴールドのものがついてます。ここら辺はもともとシスターのような格好をしていたので、その名残みたいな感じでしょうか。あとはドローコードであったりとか、この黄色いやつね、他にもファスナーの造形とか、ここら辺もねパーツがでかいのが特徴になってます。このつまむところの造形もこうやって見るとね凝っているのがわかります。あとグローブもここにもファスナーがあるんですけど、この小ささでこの造形です。グローブの穴の開き方とかヤバヤバですよね。でそんな手に持っているのがヨーヨーのように扱えるヨーヨー。これプレイ動画とか見るとこれをねコロコロ転がしたり、これをぶつけるような感じで攻撃したりするようです。でこれがご覧の通りでメタリック塗装になっててめっちゃかっこいいんですよ。周りの赤いところも結構深い重めの赤、さらに形も丸くねくぼんでいたりするので、光の反射とかでよりかっこよく見えるんですよ。でガンメタみたいなところも、これはなんかこのカートリッジみたいなものが入ってるんでしょうかね。細かく丸いゴールドに塗り分けられた造形になっています。でインナーがなんか女子高生が着るようなニットみたいな感じ、ベージュっぽいものになんかセーラー服のような黒い襟がついています。
ここにもファスナーがありますね。で、なぜかその胸の下あたりを締める紐、これがあることによって、まあ何かをね、感じられるものがあるんでしょうかね。で、さらにその下に大きな手錠、これもブリジットの大きな特徴の一つ。これも非常にリアルにできていまして、まずこの鉄の質感、ちょっとこう重たそうな質感の塗装に仕上げているところがすごいのと、造形もですね、この鎖のところとか、あと上から見るとわかるんですけど、ちゃんと鍵穴も造形されています。なんか鍵を刺したらカチッと開きそうな感じですよね。で、その下にはプリーツの入ったスカート、結構短いです。ただ中にはね、黒いスパッツを履いているということで、この短さでも大丈夫。で、そのスパッツもブリジットの特徴の一つで、スパッツと太ももの境目のちょっと食い込み気味のところの造形、ここは少し濃いめの肌色のシャドウが吹いてあって、しっかりとした肉感を出しています。そう、太もももね、太めなんですよ。僕なんかパッと見だとこの太ももにまず目が行きますね。で、ここら辺めっちゃ良かったんでたくさん撮影したんですけど、太ももだけではなくて足全体が可愛いんです。なんて言ったらいいのかな、このむにゅっと感、柔らかい感じ。ふくらはぎもふっくらしているのと、膝周りの塗装、ここもちょっと濃いめのシャドウが吹かれているので、よりふっくら感が感じられるようになってます。もうね、触りたいくらいなんですけど、なんとここを触るとですね、スピリティールさんが誇るすべ肌加工なるものが施されてまして、実際にすべすべの質感に仕上がるとのことです。触り心地もすべすべですし、見た目もね、いい感じに見えるそうです。さらに白い靴下もいいですね。なんかこの靴下もシンプルなだけに爽やかな感じがしますよね。で、靴、これもなんか変わったデザインのスニーカーみたいな感じ、ダボっとしたハイカットみたいになっていて、で、ソールも厚底みたいになっています。色はパーカーに合わせたようなブルーに、ここにもアクセントになるイエローのライン、さらに細かい造形で、ここにも縫い目のような造形がされています。で、ベルトで固定されているこの光沢のあるホワイトで塗装されてるやつですね。これがなんかね、防具みたいな、アーマーみたいなものでしょうか。この靴もね、よくできているのでたくさん撮影したんですが、上から見るとちゃんと厚みのある造形になってますし、靴裏なんかもね、見てください、これちゃんとなんかね、ロゴみたいなものも入ってます。で、これがですね、熊のぬいぐるみのロジャーです。で、ゲーム内ではこのロジャー渋い声で喋るそうです。見た目は可愛いんですけどね。で、すぐにぬいぐるみとわかるような目がボタンでできていたり、あと継ぎ目というか縫い目が、場所によってはここもステッチが大きくなっていたり、まあブリジット同様可愛い感じに見えますよね。で、これも背中の方を見てみると、ここにもファスナーのつまみのようなものがついてます。これはなんか革でできてるっぽい質感。これ正面の方はなんかネクタイのような感じでついてるんですよ。で、最後に台座です。これはゲーム内のステージをイメージして作られているそうで、石ではなくて木ですかね。フローリングのような床にちょっとグリーンのカーペットのようなものもあったりと、さらにこれが煙と星のエフェクトパーツがついています。この煙はブリジットの足元から出ている感じです。で、さらにこの星はクリアパーツでできていて、これは明るい透け感とグリーンのやつもなんか宝石みたいで綺麗ですね。まあゲーム中の一コマを切り取ったような、そんな台座に仕上がってます。はい、ということで一通りじっくりと見てきましたが、いやー結構見応えありましたよね。可愛い顔も最高だし、ダボっとした服からのムチッとした足も可愛いし、で、ロジャーも可愛いし、で、ヨーヨーはかっこいいと。で、何よりそれがバランスよくまとまっているのがこのフィギュアのいいところだと思います。で、この価格ですよ、24,970円。こうやって見てみるとですね、なるほどと、よくできている分お高くなるのもうなずけますよね。ですがご注意ください、このフィギュアが欲しい方、このブリジットのキュートなフィギュアが欲しい方、もうそんなに余裕はございません。こちらスピリテールさんのフィギュアは完全受注生産となっておりまして、受注期間内に台東プロダクツオンラインで予約をしないと買えません。で、その受注期間、予約の締め切りが迫ってまして、受注期間が6月の26日までとなっております。なので、もうそんなに悩んでいる暇もございませんので、まだ購入しようか悩んでいる方はこの動画を何度でも見返してご検討いただければと思います。最近のフィギュアみんなお高いのでね、なかなか簡単には買えないとは思うんですが、このブリジットはね、とてもクオリティの高いフィギュアとなっていますので、悩んでる方、ブリジットが好きな方、可愛い美少女フィギュアが欲しい方にはぜひ買ってほしいですね。
飾るもよし、あと触ってもね最高ですから、このすべはた加工は。あとこの機械に買わないと後でね欲しくなってももう買えないと言いますか、プレネで買う羽目になってしまうと思うので、本当にこの機械にゲットしていただければと思います。予約先のスピリチュエルさんのサイトのリンクは下の説明欄に貼っていますので、そちらから飛んでいってください。綺麗な写真もありますので、どうぞそちらでもご確認いただければと思います。本当にね買って後悔はしないフィギュアですから、ぜひぜひご予約お待ちしております。